馬、まあ、ね J リーグで活躍してて、まあ、代表に呼んでほしいっていう、まあ、意見があるんですけど森保監督はなかなか呼ばないですねうんそうそれに対してね僕の意見としてはねやっぱ日本代表は特別なんだなって思いますね国歌とかさ歌ったり、うん、日本を代表する人たちだからね品格とかも大事なのかなって 思うんで僕は別に鈴木馬を言わなくてもいいのかなってちょっと思っちゃったりはするんですけどまあただねアルゼンチン代表のエミリアル・ノーマルティネスはねワールドカップでゴールワールドカップのトロフィーを股間に当てて当てたじゃないですかまあそれが品格があるかどうかって言ったらどうなんだとは思うんですけどでもなアルゼンチンとか南米系って結構陽気な感じだからその国をまあ表してる みたいな感じで結構面白いんですけど、日本はね、そんな感じじゃないのかなって思ってて。まあでも今後、陽気な感じになっていくって言っても面白いのかなうん。あ結構、鈴木馬って態度がでかいじゃないですか。で、態度がでかい人は結構強い人って思われがちなんですけど、実は逆なんですよね。あのー、今、巨人にいる野球の中田翔選手。 っていいるじゃないですかで大谷翔平に対してもう正直う才能とかがすごすぎていじめてやろういじめようと思ったって言ってたんですよいじめてやろうと思,思ってたってうんそうそんな感じで小心者だからこそそういう風に人に危害を加えるようなことをやったりするんでしょうねってまあ思ったりしますねそう。 巨人の日本も来てるんですけど、うん、そうだからあだからあれだ鈴木馬って結構あのー、グランピッチ外では結構横暴だけど何だろうまあ試合中も結構横暴になったりするけどプレーはなんか繊細な感じあるじゃないですかパスパスとかアシストとかしたりとかそ,うそこがやっぱり彼の本質を表してんのかなって思ったりなんかしますね 繊細な一面うんだからそ,それを全面に押し出していけばいいんじゃないかなと思うんですけどだからそれを全面に押し出しておくとなんか、まあ、彼は多分舐められるとか思って,思ってるんじゃないですか繊細だと舐められるみたいなだから粗暴な感じを振る舞わなきゃいけないみたいなうんベンツマとかもなんか似てますよね ピッチ以外とかは結構あれなんですけど、やんちゃなんですけど、ピッチの中では、あの、気が利くみたいな。うん。ベンズマも、なんか、つるむ仲間が悪いだけで、ベンズマ自身はね、そんな悪くなくて、その悪い友達たちと一緒にいたから染まっちゃったみたいな、そういう感じが、回あ、ると思いますね。だから、鈴木馬はね、多分せ、繊細で、買いほわいいんで、その一面をね、 出していけばいいんじゃないかなって思うんですけど、そしたら代表にも呼ばれるんじゃないかなと思うんですけどね。うん、それに関しては僕は森保監督は僕は別にいい監督とは思ってないんですけど、それに関しては別に、うん、森保監督と同じ意見かなって思ったりはしますね。ってことで、以上、ジャイアンツ応援チャンネルでした。